いよいよですね、文化祭。ええ。去年は美術部、何をしたんですか？何も。え？美術部はコンクールがメインですから、文化祭はクラスの出し物に専念して。ダメです、そんなの。ほ？文化祭は青春の1ページじゃないですか。はあ。私が何か見つけます、美術部にふさわしい出し物を。ゆめ子先生、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 ゆめ子先生。ですけど、空ですよ。ええ、ありがとうございます。こんなにたくさん。なんだか最近、空き缶ばっかり集めてるんだって。昨日も校内のゴミ箱漁ってたって香りが言ってたし。なんでまた。そう、確か空き缶って売れますよね。何？先生お金に困ってるの？宇佐美さん、ちょっと聞いてみてくださいよ。やだよ、内巻くんが聞いてよ。先生って貧乏人なんですか？はい。なんだ、そういうことでしたか。びっくりしましたよ、もう。すみません。安心してください、これは売るために集めてるんじゃありませんから。それならなんでそんなに空き缶を？皆さん、空き缶アートってご存知ですか？お？ん？あ、見たことあるかも。空き缶でいろんな形を作るやつですよね。ですです。こんな感じでいろんなパターンがあるんですけど、それは文化祭の出し物にできないかななんて。なるほど。さらに空き缶は学校のものだけを使用して、学校さんをテーマにするんです。なるほど。いいですね、面白そう。本当ですか？そう言ってもらえると集めた甲斐がありますよね。内巻くん。でも僕は嫁を書くのに忙しいので、それをやる時間はちょっと。そうですよね、今頃急に言われても困りますよね。ちょっと、せっかく先生が考えてくれたんだから乗ってあげないとかわいそうでしょ。先生ってかわいそうな人なんですか？え？こらー！じゃあまずはデザイン決めだね。展示するのは体育館の真ん中だから、パッと目を引くものがいいよね。ポイントは美術部らしいもの、それから複雑すぎないもの。はいはい。内巻くん、美少女却下。全く分かってないですね、内巻先輩は。ちゃんと宇佐美先輩の話聞いてましたか？じゃあコレちゃん、何かいいアイデアある？ふうふうふう、却下。いいの。というのは冗談で、本気のはこれ。シンプルに美術部を前面に押し出しました。そうなの？シンプル。うん、確かにね。
いや、褒められてないですよ。頼むよ、ほんと。あんまり時間ないんだから。結局いいの出なかったね。これは悩んで、結局最初のが良かったってパターンになりそうですね。いや、それはない。大丈夫ですよ。一日置けばまた違った美少女案がきっと出ますから。内巻くんはその方向性ごと置いてきて。今月から背景に取り掛かるよ、水。ごめん、香織。今日は部活行かせて。水木先生に妖怪の絵を。本当ごめん先生。もうでもやる気があるっていいね。あんたほどじゃない。あれれ、ウサちゃん一人？イマリちゃん。イヤホン。うん、みんなまだだね。うん、そっか。内巻くん？え？あ、うん、コレちゃんいるかなって。え？あ、なんだ、コレちゃんか。てっきり内巻くん探してるのかなって。内巻くんとはさっきまで日直でずっと一緒だったから。あー、いいな、それいいな。わ、ん？これってもしかして空き缶アートの？うん、今デザイン考え中で、これなら美術部らしいかなって。可愛くていいね。うん、でももう少し派手さが欲しいかも。そう、私もそれ思ってた。何か足りないって。魔結界を破り、え、神秘なる雫を大地に与える。どうした急に。というのはどうかな。ごめん、全然わからない。なるほど。あ、内巻くん、絵の具が少しこぼれたデザインにしてみるということですね。さすがは同志内巻。うん、でも確かに躍動感が出ていいかも。いける気がしてきた。よし、時間ないけど頑張ろう。うん、空き缶第一弾な。ありがとうございます。ありがとう。働いた。とりあえず300本くらいかね。よく学校だけでここまで。書けましたよ。ご苦労様。大雑把ですけど設計図です。パーツで作って合体させます。合体、師匠合体です。うむ、ガシャンガシャンガッキン。うむむ、ほらほら、内巻先輩と宇佐美先輩も合体して合体。いやいや、そんな遊んでると宇佐美さんに怒られますよ。ねえ、あれ？あ、ついついね。変なところで乗らないでくださいよ。じゃあ俺は立花先生と。うわ、変態がいる。いや、お前に俺とかないわ。そんな傷顔してないし。時間ないですからやりますよ。まずはプルタブを剥がします。地味な作業だな。まだ序の口ですよ。次は缶をよく洗います。結構冷たいね。手が死ぬ。ひっくり返して乾かします。このプロセスは楽でいいな。この間にまたプルタブを剥がすんですってば。剥がします。洗います。やっぱり冷たいね。手が乾かします。剥がします。洗います。手が乾かします。うさみ、はい、これを何回やるんだ？ほんの30回です。
あとは任せた。寝ちゃダメ。いよいよ図面通りに繋いでいきます。これを空き缶に通していけばいいの？うん、順番に注意してね。そんなこんなで1週間、なんとか間に合いそうです。あれ、そろそろストックが。まだあるよ、先生集めててくれたから。じゃあ私、新しいの取ってくる。おっと。うわ、すみません。ずいぶん大荷物だな。何を運んでるんだ？空き缶？シンナルは滅却されし器。しかし輪廻転生の機会を得て、いずれ巨像になる者たち。ああ、そっか、気をつけてな。滅却、要はゴミ捨ててるってことか。おお、こんなにあるのか、滅却ゴミ。しょうがないな。あれ、もう行くの？うん。ずいぶん早いね、部活？うん、空き缶アートもうすぐ完成なの。そっか、いよいよだね。頑張んな、楽しみにしてるよ。うん、ありがとう。じゃあ行ってきます。もったいない、もったいない。誰だお前は。捨てるなら私がもらおう。リサイクル、エコマ。ちょっと、それ使うんだから壊さないでよ。くらえ、必殺のリサイクルビーム。大丈夫、コレちゃん。うっそ、いったった、転んでしまいました。あ、コレットさん、後ろへこんでる。空き缶全部ですか？はい。本当にすみませんでした。廃棄するものだと勘違いされたみたいで。多少は奥の物置に残ってますけど、どう考えてもまだ200本くらいは必要ですよ。しかも本番まであと3日。学校の中だけであと200本は厳しいですね。どうしたらいいんだろう。すみません、私のせいです。先生、私がちゃんと伝えていれば。自分だけを責めないでください、先生。コレットさん、確かに先生が悪いですけど、全然どんまい。大丈夫ですから、元気出してください。とにかくもう一度どうにかしないと。こうなったら学校さんは諦めて近所で集めるしかないよね。あ、部長、起きてたんですか？まだ諦めるのは早いぞ。寒くなってきてはいるが、運動部なんかは結構買うだろう。でもそもそも学校の自販機だけじゃ200本もいかないでしょう。まあ足らないだろうな。だからスーパーで仕入れるんだ。おいや、外から空き缶を集めたら結局学校さんには。ちゃうちゃう。どういうことですか？スーパーで安く買ってきて学校で売るんだよ。売る？僕らがですか？あ、やっとわかったか。どこで買おうが学校で飲めば、それは学校のゴミだろう。それで行きましょう。おお、そうと決まればお金は私が極貧覚悟で何とかします。泥水もすすります。いや先生、無理しないで。
ああ暑い。ああ暑いな。号外号外。なんだこれ。ジュースいかがですか。冷たいジュースいかがですか。なんと1本50円ですよ。いかがですか。1本ちょうだい。私も1本ですね。はい、どうぞ。飲み終わった空き缶はリサイクルにご協力ください。僕2本すいません、まだですか。早くして。はいはい。これは大変だ。ごめんごめん。お待たせ。お待たせです。イマリちゃん、コレちゃん。はあ、助かった。あれ、先生は。それがね、止まれ。やっと切られました。どうですか。先に言っててだって。さすが夢子先生。まあ確かに胸は少しきついよね、これ。あれ、私普通だけど。何の話ですか。何でもない。すいません、ジュース。あ、はい。これ飲んで部活頑張ってくださいね。おー、かわいい。俺もスマイルとセットでお願いします。僕も。俺もだったら俺は2本。あの、一本いただけますか。ありがとうございます。あれ、君は確か。はい、僕は2年の。宇佐美さん、集まった空き缶一回部室に持っていきますね。うん、オッケー、よろしくね。ちょっと待て、内巻すばる。うん、今ここで勝負だ。誰だっけ。またそれか。勝負は簡単、どっちが早くこれを飲み切るかだ。口からこぼしたらアウトだからな。はいはい。じゃあ行くよ。よーい、はじめ。すみません、お待たせしました。その声は夢子先生。はい、やっと切られるのが見つかりました。ハマーインパクトあるでしょ。ありすぎだ。あー、うん、ほら、じっとしてて。くすぐったい。うん、動かないよ。覚えてろ。彼、誰だったんですかね。おい。あ、諸星先生。追加の70本だ。ありがとうございます。愛が消えて
と待て。これ体育館の真ん中に展示するんだよな。はい。どうやってここから出すんだ。よし、分解するぞ。内巻くんはもう帰り？手伝いましょうか？え？あ、いや、いいよいいよ。じゃあ、伊万里ちゃん入れてあげてよ。そうですね、この雨ですもんね。わかりました。やっと来た。内巻くん？はい、好きになってしまったんです。え？宇佐美さんのこと。え？次回、この美術部には問題がある。これから先もお楽しみに。